ブルシャンドルは、ハンガリー出身のサッカー審判員である。1984年に審判員の資格を取得した。あと、1988年に、フィファのライセンスを取得し2000年まで、国際審判員として活動していた。母語である、ハンガリー語の他に、第二言語として、英語とドイツ語を使用できる。現在、レフェリーインストラクターと UEFA のオブザーバーを、 務めている。1994年には、1994FIFA ワールドカップ決勝戦において、主審を務めた。また、1997年には、UEFA チャンピオンズリーグの決勝戦で主審を、務めている。1994年から1997年まで4年、連続で、イフスが選ぶ年間世界最優秀審判賞に、選ばれたほか、2011年には、 イフスが選ぶ4半世紀の審判100人において第6位に選ばれている。1998FIFA ワールドカップでは当時世界トップとの評価を受けていながら落選した。これは前年の11月に行われた UEFA チャンピオンズリーグのマンチェスターユナイテッド対フェイエノールトで即座に退場処分となるべきフェイエノールトの選手の反則を見逃し大問題となり、 UEFA がそのシーズン一杯の資格停止処分を言い渡し、FIFA もそれに従ったためである。1994FIFA ワールドカップでは4試合を担当した。ありがとうございます。